い、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、 JPBA の男子の新人戦のレーンコンディションで投球してみたいと思います。まあ、レーンコンディションなんですけど、オイルの長さが43フィートとなっております。そして今回はですね、レーンコンディションの難易度が結構高いです。まあ、外と中のオイルの差があまりなくですね、外までしっかりとオイルが入っているレーンコンディションとなっております。まあ、結構ですね、難易度が高いレーンコンディションなので、まあ、スコアはね、低めなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それでは早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですね、男子の新人戦のレーンコンディションですね、43フィートとなります。それではね、早速投球していきたいと思います。さあ、まずはね、一番周りの強いメガロックで投球していきたいと思います。かなりね、曲がりの強いボール投げてるんですけど、やっぱ出しすぎるとね、全然戻ってこないですね。そうなんですよ、今回のレーンコンディションはね、かなりシビアなレーンコンディションなので、まあ、43フィートのレーンなんですけど、まあ、かなりね、幅の狭い印象ですね。出しすぎるとね、やっぱり戻ってこないんですよね。いいですね。まあ、あの辺りぐらいでフィッキングを狙うと結構ね、少し幅を感じれるかなと思います。そうですね、だいたい5枚から10枚の間をフィッキングをうまく使えると、まあ、レーンコンディション的には投げやすいのかなと思いますね。先ほどみたいに5枚揺れていくとやっぱりね、曲がってこないですよね。これもいいんじゃないですか。おお、やっぱりね、今回のレーンは曲がるボールでもやっぱ出しすぎ注意ですね。おお、今ね、メガロックで投げてるので、まだね、こう戻ってきてる印象なんですけど、まあ、練習で投げてる感じではね、やっぱりね、光ったボールだとあの辺りでもね、抜けていくような印象でしたね。いい感じですね。やっぱりね、ちょっと難易度が高いので、今みたいに表面がくすんだ曲がりの強いボールでスタートした方が良さそうですね。結構ね、難易度高いレーンコンディションなんですけど、まあ、メガロックだと意外と投げやすい印象ですね。ちょっと内かな。やっぱりオイルの長さは43フィートあるので、表面がくすんでるボールだとちょっとね、内が収まってくれる印象ですね。はい、今度はですね、表面の光ったボールで投げていきたいと思います。シンクレブ G2 コアに R3S のパールですね。結構走りの強いパワーストークですね。さあ、どうか。おお、今はね、ちょっと打ち見す気味だったんですけど、走るボールなので、今打ち見すは少しこらえるような印象でしたね。はい、もう一度シンクレブで投球してみたいと思います。まあ、おそらく打ち見すした時の感じはそんなに変わらないと思うんですけど、やっぱり出た時にやっぱね、こういうボールは戻ってくるかですね。さあ、どうか。おお、あそこまで曲がらんかっていうぐらい行き過ぎましたね。やっぱりこのコンディションはですね、もう本当に外までしっかりとオイルが入ってますね。出すぎると危険。さあ、これぐらいだと、わあ、やっぱりそうですね、R3S 結構走るカバーなんですけど、やっぱね、オイルの上を行ってしまった時に、ね、やっぱかなり行き過ぎる印象ですね。
やっぱり結構速く感じちゃいますね。ちょっと右に寄ってスピード落として投げてみたいと思います。さあ、うわー、外はやっぱ難しいですね。そうですね、やっぱこう外をね意地になってちょっと投げようとするとやっぱちょっとね難しいですね。左に戻って山に出さないように投げてみたいと思います。おお、やっぱりそうですね、光ったボール投げるときは特にこう出さないように気をつけることが大事ですね。はい、今度はねやっぱこれだけ外が速いのでウレタンボールちょっとねピッチブラックで投球してみたいと思います。さあどうなるか。さあ出たけど、おお、やっぱそうなんですよね、このウレタンボールは不思議にねこう出してね戻ってきてくれるんですよね。いやー本当に不思議ですよね、こうウレタンボールって曲がらないボールの印象なんですけど、このウレタン素材が外がね速い時とかで、ね、曲がってきてくれるんですよね。おー、いいですね。やっぱねこうさっきまで、ね、あそこね抜けるような感じだったんですけど、ウレタンだとねやっぱ止まって曲がってきてくれてる印象ですね。いやー、やっぱりねピッチブラックだとね全然戻りが違いますね。わあ、やっぱね全然ね幅を感じますね。いやー、やっぱりね今回のねやっぱスタートはねウレタンだと思います。やっぱりねリアクティブで投げた時ともう全然ね幅の感じ方が違いますね。やっぱりね朝一は、ね、いかにウレタンボールで攻略できるかが鍵になると思います。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですね JPBA 男子の新人戦の連コンディションで投球させていただいたんですけど、投げた感想としてはですねやっぱりですねかなり連コンディションの難易度が高く感じました。まあ、オイルの長さ43フィートなんですけど、ボールがですねやっぱ外に行ってしまうと、まあ、全然曲がってこないレンコンディションでした。まあ、今日はですねウレタンボールと、一番曲がりの強いメガロックと、走れのいいシンクレブと3つ投球させていただいたんですけど、やっぱりですねこうフレッシュの状態の時はやっぱ走るポリッシュのですねシンクレブではやっぱかなり難しく感じました。まあ、曲がるメガロックでも結構投げやすく感じたんですけど、まあ、僕的にはですねやっぱり最初はウレタンボールなのかなと思います。ウレタンボールだと少し外が曲がってくる、まあ、印象でしたので、ただウレタンボールはですねやっぱ最初しか使えないので、やっぱり後半はですねやっぱこう曲がりのいいボールだったり走りのいいボールになってくるとは思うんですけど、まあ、スタートはですねやっぱウレタンボールでこうボールの替え時がですねやっぱ難しいんじゃないかなと思います。まあ、ということでですね男子の新人戦ぜひぜひ注目していただけたらと思います。はい、本日も正田チャンネルご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。